完璧だぜ。 Hey guys! パウー！ノービアズキパヤー！マリオカートは好きかい？あー！ということで今回は雪ドラ王決定戦マリオカートウェイトデラックスやっていきたいと思います。今回は雪乃ちゃんが自分でインターネットでマリオカートの大会を開いて、その大会で1位を取って雪乃ちゃんが自分で賞金をもらいたいと思います。さあ今回の雪乃ちゃんの作っている大会の名前は雪乃王決定戦、あれどこに行った、あった雪乃王決定戦という名前で、22時からスタート、今の時刻21時59分ということで、あと1分後に雪乃王決定戦が始まります。そして参加型で TikTok でね、参加者をね募っていて、まあそこで1位取った方には1500円チュンコをあげますという感じのね、マリオカート雪乃王決定戦今回やっていきたいと思います。まあ大会なんで雪乃ちゃんとね、あの真の実力、ゆきなちゃんがめちゃめちゃうまいよということをね、ここで証明できるといい、と思ういいチャンスなんで皆さん、とくとご覧あれ。よーし、やっていくわ、ガチレースは、アートネイチャーじゃない、ここは。合ってるわ、アートネイチャー、私は跳ねてねえよ、サワヤさんのステージとなっております。さあ、やっていきましょう、しっかりと。やばい、待って、イヤホン外れてる。さあ、しっかりと私は打開していきます。ここにいるやつ全員受け取るリスナーなんで、まあ、外役してるも、して、外役してくること間違いないと思うんで、私はしっかりと今回はね、12位からスタートして、なんて言うんだろう、打開をしていきたいと思います。しっかり打開して1位を取って、雪乃ちゃんがこの雪乃の決定戦の、おい、ヒレオさんてめえ、待ってんじゃねえぞ、カス。あいつだけは、あいつ絶対外役してくるけ、YouTuber。さあ、キノさんに、スター悪くないね、この順位。いや、このアイテムめちゃめちゃいいんで、このまま1を目指してマジで頑張っていきたい。さあこれダブル交換じゃない、1個だけ交換しよう、1個だけ交換してワンチャンスタンダー、間違えたスター、いやテレサ強いよ、悪くない、テレサは全然悪くない。でこれ1個使ってジャンプウェールショートカットいって、やばい、ちょこれテレサ使うわ、赤コーラ私だったんでしっかりテレサ使って、さあ悪くないよ、ブーメラン引いた、ミドさん引いた、絶対にあいつ私のこと狙ってきたよな、赤コーラ投げてきたやつ、バクスナしっかりバクスなして、さあ赤コーラ私だけどしっかり防いで、さあこれめちゃめちゃ私狙われてるな、これめちゃめちゃ私狙われてる、バクスなバクスな、ジャンピングアクション、いやこれアイテム取れないのいって、ここでアイテム取れないのマジナイス、やばいやばい、普通に運転がタコすぎる、ジャンズウェイショートカット、さああのミドさんの八つ橋とかいうやつ、あいつ絶対私にバクスなしてくるわ、あいつ私ならわかる、あいつは絶対にバックスなしてくる系 YouTuber、 これジャンズウェイショートカット、いやあいつ絶対バックスなしてくるじゃん、私わかるもん、いやこれは当たらない位置いって、斜めぐらいだ、番号に入れて、さあちょっと待ってよ、まだ4位なんで、どっかで差をつけたいな、ここら辺に1個使って、ここでももう1個使って、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ここで1個いって、いやー、それはナンセンスすぎる、私危ない、怒る私じゃない、いやマジか、いや普通に3位とか2位とか狙えた、さっきのマジ下手くさすぎる、私が、よーしゃ、てか第2レースはヨッシーアイランドワイヤー、知らないステージです、まあこれ知らないっつっても 何回かやったことあるんで、再開はかがないと思うんですけど、静かに1位目指して頑張っていきたいと思います。もうここら辺のやつら全員雪だのリスナー、はお前喧嘩売ってんのか、カス、あの白色のやつ絶対喧嘩売ってるでしょ、まずね、あそこにいるやつ大体雪だちゃんのリスナーなんで、まあ、みんな外役するしてくるんですよ、おそらく、だからあの後ろの方から打開するっていう戦法が一番賢いと思うんだよな、私、お前もか、あのカニ野郎も外役してくるの、私にちょ、コインをね先は先に集めて、打開の準備はバッチリ整えた状態で、お前引きに来たら引き肉です、すんなよマジで、引き肉ですしたらマジ許さねえからな。さあ12位私、ちょこれ使う、しっかり使って、さあキノコ引いたんだけど、これまだここは順位上げなくてもいいかな、まだ全然こっから狙えるんで、1位ジャンピングアクション、とりあえずコインが大事、あと被弾しないことも大事、あいや邪魔すんなよカズ、やべ間違えた、 TikTok ライブで暴言言っちゃいけないんだった、いやいつかバンされそうでマジで怖いんだよな、私とりあえずこれダブルアイテムしっかり割りたいな、さあしっかりダブル割って、さあこっからいいアイテムが出るか、危ね引かれるかと思った、あいつ引きに来てたら絶対引きに行くです、
コイン回収、コイン回収。いやミドさんやばい、ちょっとスター使うわ。これあそこで火出したら落ちるのよ。さあシングルアイテムバッチ縛ってジャンピングアクション。さあキノさんか、悪くはないんだけど私どうしよう。これお前喧嘩売ってんのか。やぶな、キラー引かれそうだった、マジ危ない。いやポインナちゃんがいるあそこに。あいつにだけは絶対負けねえ、あの下手くそには絶対負けだから。ジャンゼリショートカット、あぶねえ、赤コーラ当たる、私だ、危ない、私はない。さあ青コーラいってる、2位まで来た。さあ確定数流れてんじゃない、今確定数万全に流れてんじゃない、みんな。さあ1位まで浮上して、あ1位まで来たよみんな、これ1位取れるんじゃない、私。さあこれしっかり冷静に、あ冷静に、ピンクターボまだたまらないか。さあこれちょっとあの赤色のやつ出てこないか。おいバナスなしてんじゃねえ、お前バナスなしてんじゃねえぞ、2位のやつ。おれー待って、抜かれる、めっちゃ、お前ら待て、お前ら待て、マジで総力あぶねえ、2位あぶねえ、総力で2位までバッチシ踊り出た。いやラストキノコ持ってるやつ人気に抜かれたけど、2位ですよ、しっかり、うまいでしょ私。よーしゃてこい、第3レースよしさげトゥーイ、完全なる打開コース、雪田ちゃんの雪田ちゃんに外役は食らいません、ゲンチャーシュエロブワスタートせでかしっかりと。まあよしさげとしょっぱなね、マジみんな止まって、打開の準備はバチシ整える系 YouTuber がねかなり多いんで、まあ雪田ちゃんもしっかり止まりまして、まずねこのコインの回収、これマジ大事、コインないとこの吉井作家誰でも勝てません。はい、あのめちゃめちゃうまい草さんでさえもコイン0枚の状態であの吉井作家と勝ってくださいって言ったらかなり無理があると思うんで、さあこれしっかりダブル取って、はぁ、あ、死ね、間違えた、死ねって言っちゃいけない、マリオカートで。さあしっかりキウイでコインなくなっちゃったんで、コインはねしっかり回収していきたい。このコインお前取ってんじゃねえぞ、これコイン、はぁ、あ、お前らコイン1枚ぐらい横手ごりー、1枚縛いてバックトゥーザフューチャー。さあキラ引いた、バレた、引かんでお願い、オッケー。お前ポインナじゃねえかよ、爆殺すんなよ絶対、お前爆殺したらマジしまったらな。さあしっかりシンズグルズアイス、いや木の市弱え、お前爆殺すんなよ、タクトガーグレーやんなげー、ボーボーにするぞお前、爆殺してんじゃねえぞよタクトガー、危ねえな。さあロンキーバンゴリ入れて、さあロンキーバンズゴリ入れて、ポインナが爆殺してくるアイス、マジキレ、普通にやってること、だから嫌われんだよリアルでも。さあ結果しっかりと、さあこれしっかり木の位置持った状態で11位弱すぎるな、これ木が売り切れてるかな、ワンチャン可能性、3台引いても嬉しいけどな。いやーやっぱ木が売り切れてるような、おそらくそんな感じがした。さあこれインコースジャンゼル、さあこのね金キノでどこまで上がれるかなんだよな。さあ金キノでマジどこまで上がれるか。さあブレーキしっかり踏んで、いやーこれどこまで上がれる、マジで5位まで来たよ一応。いやキラーマジ強い、ただここのミスキングいけれなかったわ。これジャンゼリって、いやあのスターに、いやあいつ爆散してきた、そこで3位、おーやめてくれよマジで、踏むなよマジで、ちょお願いお願い、マジやめて、マジやめて、私いいとこまで行ってたのに、7位でいい、ふざけんなよサンダーに赤コーラに。あいやーじゃてか、第4レースがスカイブーリアン、スカイブーリアンめちゃめちゃ得意なステージなんで、ここで1位取れなかったら雪田ちゃんの今回の雪ドラを、雪ドラを決定すれば今回雪田ちゃん1位取れない感じがします。さあ雪ドラを決定戦で、初っ端からね、ちょ高順位取りたいんだよね、普通に1対1位取りたい、死ねポインナ、オッケーポインナ縛いて、ポインナ縛くために雪田ちゃん減速したからね、コインだけは縛きたかった。さあジャンピングアクション出して、さあこれちょっとコイン回収して、キノさん悪くない、まあマリオカート自体はね普通に私うまいんで、さあここでしっかり8位キノ呼んで、後ろはキノコ持ちなんでしっかりちょっとコイン回収しに行こうかな、こっち側行って、さあコイン回収、やべポインナが、ポインナがミドさん持ってる、あいつ危ねえ、絶対爆スナッシュプレイ、一旦止まるわ、止まってダブルアイテムバッチし9割して、おお強いアイテム、めちゃめちゃアイテム自体強い、もうお前さ、お前絶対停止しただろ、お前コイン取らないでお願い、飛車2枚取って、さ
さあ打開の準備をしっかり整えていきます。まだ1レース目なんで全然大丈夫。あ、やべ、アイテム交換できなかった。さあ赤コーラ、アイテムが使われそう。は、誰お前、もう誰やねんマジで。12でキノコマンてめえ、お前11で赤コーラってどれだけ回復するやつ勝つの。はキノコマンハッピージャムシャム最高踊りましょう。お前らさようならのお時間です。とりあえずここで3段ぶちかましといて。いや、あそこのタイミングの3段私下手すぎる。これダブルキウイ割りできないか。いや弱いアイテム、ただコインが5枚しかねんねん。これはしっかりこっち側に3枚回収。じゃあれポインナに当てた。はは、危な。じゃああれポインナちゃんに当てた。ポインナしばく。もうみんな赤コーラ私に投げんなよ、ミネリュータてめえ。お前ふざけんなよマジで。さあ9割りして、こっから私が勝つからな。しっかりお前らなんかよ、お前らみたいな外役には負けねえからな私。いいよ、これしっかり使っててるさ。サンダーオッケー、最後サンダー、サンダー死ね。あのポイナだけはマジ縛る。ここオッケー、ぶち当てといて、あいつもぶち当てて、ここいや当たんねえな。いやこれシングルでいいもん。キロさん悪くない、ポン使って。オッケー、あいつ前投げた、ポン使って、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ポン使って、まあ赤コーラ投げないでよラストに。抜かれすぎでしょ最後、ラストで赤コーラ投げてくんなよ。よーじゃてか、第5レースはカラカラ砂漠3位スタートか。このステージもねかなり打開が強いステージになっているので、シースカイド最初は止まって12位からバングーリ1位に行って1位目指します。今のところは多分雪乃ちゃんね全体の中で下の方だと思うで順位。さああえてここはバックトゥーザフューチャーして、お前ら絶対に外役すんねん、私から。私からコイン取んなよ。さ、しっかりケツ走りますもん。自分のリスナーのこと信じてないんで、一個も。お前さ近寄ってくんなよ、緑コーラ、お前。さ、これちょっと止まりすぎたらね、ネット通信のあれになっちゃうんで。さ、スターキロさん悪く。お前、引きに来そう。引きに来るやつするでしょ、お前。さ、ダブル割って、さ、もう一回さ、今度使っちゃうわ。まあ、ずっと無敵だったらいきなりちゃん外区されないと思うんで。オッケー、ダブルしっかり割れてる。やばい、ここで事故った。いやまた金玉パーリナイスター悪くないんだよ。いやこれとりあえずコインをねしっかり回収して引いてきそう。やっぱり、やっぱり引いてくると思った。まあここでとりあえずスター使うのは悪くない。これしっかりシングルを、シングルここで取って番号に。邪魔だよ列車。いやこれ3台引いてる、止まるわこれ3。あのキラー軍団が切れた瞬間撃つ。さあしっかり引いたパンには番号に使って、コインないんですけどキラー引いた。頼む切れてお願い。オッケー、でもここで使う、ここでバンズエーにキラー入れてスター悪くないよ。ただこれさあ青コーラもいってるしね。これ止まるか、使おう。頼む金玉パーリナ、金玉パーリナ、ここで金玉パーリナ引かないでいつ引くんだよマジで。いや気の弱悪くない。いや待って危ない。赤コーラはやばいってお前、赤コーラはやばいお前。もう燃えーって赤コーラ。いよ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 、あれろ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 、さあよっしゃ、しっかりとブングーリー1位取っていきたいと思います。あーここナースタート。まあ、ここね言うてめちゃめちゃ打開が強いかって言ったらそういうわけでもなくて、中盤打開っていうのがかなり強くて、2レース目3レース目で急に打開するっていうそういう戦法がね個人的には結構強いと思ってるんで、初っ端はまあ普通に走ってで良ければ1位出れるし、まあ仕方がなかったらまあ普通に打開しようかなと思ってるんですけど、初っ端見た感じ多分ねこれ被弾食らいなさそうにないんで、これ被弾しない感じならしっかり逃げ切って青コラ待ちの形で全然いいと思うんで、このままこの形を作っていきます。さあしっかりと、あいつ上手いタイプだ、あいつなんかニスクとかいう高難易度の技してるわ。
さあ3位さあスターが来てるけども、これアイテムついてこのままポジっていきたい。いやここでドライブミス。さあよし、あいつ仲間がぶん投げ、こうなってきたらもう打開するしかないんだよね。はぁ、赤コーラなんで私狙うんだよ。ちょ待ってよ、こうなってコインが欲しい、もうコインが欲しいって言ってんのに、なんでキラーが私をぶち切っていくの、やばくない、みんな。これがマリオカートっていうゲームだよ、楽しくないでしょ。何がパーティーゲームやねんマジで。いや聞いたパニック、いや待ってよこれ歌えるな、あれがない、これちょっと早く切れて、早く切れて、キラキラキラ、キラないってどうやって勝つの、もうありがとうハッピージャムジャム最高踊りだ。8位を取るならキウイを取れよ。よーじゃてか、第7レースはサンシャイン池崎空港、ガチか、ここまでお前らが外役してくるとはっかか、お前思わなかったぜ。スタート、もう俺はこの外役に紛れ込みながらしっかり位置を取る。雪柄だって思われたからみんな狙ってくるんだよ、だから私影分身の術使うわ。待って、鼻毛マンにやられそう、鼻毛マンにマジやられそう、もう鼻毛ふざけた名前してんじゃねえぞお前。私は鼻毛マン、もうええさ、このルイージなんなんマジで、あのルイージマジでなんなん、なんであいついちいち止まってんの、アイテムのところで怒るよシンプルに。まこっから勝つのが雪ドラクオリティ、皆さんとくとご覧ください、雪ドラちゃんのマリオカートのうまさ目に焼き付けたけマジで。さあダブルしっかり割って、こんなんで雪ドラがマリオカート負けるわけない、ハイキラー引いて雪ドラやーハッピージャムジャム最後踊る場所いつもの笑顔で、これでしっかり取って、でこれロンキー入れるわ、私みんなロンキーの位置知らないでしょ、ほらここでキラッとアホなんだよあいつ、これロンキー入れるゲームだから普通にマリオカートって、ロンキー入れてバッチシーアイテム強い状態にして勝つ、これがマリオカートの醍醐味。赤コーラ投げんな強いや、じゃあなんでここで、なんでここでキラ使ってるのこいつ、私は絶対ロンキー入れる、誰が何を言おうと絶対にロンキー入れる、ジャンピングアクション、もう赤さんぶん回してるやついるじゃん、まあ引かないでよ、ロンキー入れたとてじゃないで、止まってんじゃねえぞお前、なんで止まってんだよあのクソヨッシー、ざんだよ、まあ私はしっかりロンキー入れて、あロンキーしっかり入れた、シングライトに取ってジャンピングアクション、赤コーラ、オッケー、アムルイジ、何もうしばく、さあこれ赤コーラどうしようかな、しばく、ダブル割って、あのイツキってやつしばけて4位まで来た、さあまた赤コーラ来た、しばくしばく、ブイナちゃんショートカット、ブイナちゃんショートカット、ブイナちゃんショートカット、ジャンピングアクション、いや4位か、でもめっちゃ頑張ったくない、あんだけいじめられて、私あんだけみんなにいじめられて、赤コーラ3つ持った状態で後ろに下がってくる鼻毛マンとかいうカスもいて、あんな奴らの中でよく頑張ったと思わない、みんな私。よーちゃん、結構最終レースアイズビルディング、鼻毛マンとか、はい、外役にはマジ屈しない。絶対勝ってやる。アイズビルディング結構得意だし、私。負ける気なんてさらさらねえ、ここ。ちょ、本気でやるわ、スタート。ごめん、みんな。こんなネタ系マリオカート実況者が、なんかリスナー相手に本気、はぁ、何に被弾した、まだ始まってばっかりだぞ、何も置かれてない状態、何に被弾してんのかしら、まあいいよ、雪乃ちゃんなんか大人げないねみたいな、そんなちょっとのしたちょっとした外役でブチ切れちゃって大人げないねと思われるかもしれないけど、それが雪乃ちゃんだから、私は何事にでも本気でやるタイプの YouTuber だから、このマリオカートにも一生懸命してんだよ、なのに足引っ張ってくるカスがいたらそれは怒りたくなるでしょ、そういうこと、あらまあ、これは雪乃ちゃんの普通に見てなかったら悪い、あの鼻毛マンマジ許さねえ、キノコマンお前鼻毛マンの友達勝てで食ってやる、食ってみな飛ぶぞ、あいつに結果を出るのやめよう、あいつ絶対鳴らしてくるもん、鳴らさねえのか、ただここでしっかりジャンピング
おい、キノコマン、てめえもそっち側の人間か。もうなんかアイテムも雑魚すぎる、マジで。俺アイスビリに浮いて得意なんだよな。ほらこんなインコース断然に攻めれないでしょ。みんなマリオカート自体がめちゃめちゃ得意なの。さあ、おこらこっち来た。しっかりかわして、キノコマン、ハッピージャムジャム最高、踊りましょう。読めんだよこのクソアイテム。私キングオブバレー好きじゃないんだから。あんまりジャンピングアクションさあ一気に5位まで来たよ。まだ分からんよこの試合。あ、お前スター持ってるの強っ。ジャンピングアクションなんで出ないの。いやこれは結構ラッキー、これラッキーだわ、これラッキーサンダー、マジラッキーサンダー。スタギーだ、しゃ悪くない。さあオコラもいってる。さあワンチャンあるぞマジ。お前ら確定演出のお時間がやってまいりました。赤コーラもいいって、赤コーラいいって。もうどんだけクレ気が済むねお前。ちょっと待ってよ、絶対に食べてる。もう赤コーラいいって、赤コーラやめてよ、もういじめるのをやめましょうよ。雪ならのコインのモーター、赤コーラいいって、赤コーラいいって、落ちてんじゃん、もう赤コーラいいって。何が面白いねんこのゲーム。ください。ゆきなちゃんのね、ゆきドラを決定戦1位は ADR さんでした。おめでとうございます。これねゲリラで開催するんでね、もしね参加したいよって方は、ツイッター等ね、なんか今日やりますってね、適当にやりたいと思うんで、皆さん参加してくれた人ありがとうございます。それでは次回のゆきドラちゃんのゆきドラを決定戦でお会いいたしましょう。バーイ。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey, guys!